皆さんこんにちは。ここからの30分は農業と食が紡ぐ未来の時間です。パーソナリティは私森久美子です。よろしくお願いいたします。このコーナーは私たちが食べることを通して健康と農業の未来を共に考える番組です。今日はゲストに薩楽農業協同組合支入事業部販売主任の山本瑞恵さんをお迎えして、夏休みに牛乳の秘密を勉強しようをテーマにお話をしていただきます。山本さん、よろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、支入って今聞いて何のことって思った人いるかもしれませんが、札幌市の市に、牛乳の乳と書いて、はい、市販されてる牛乳のことを支入って言うんだそうです。はい、支入事業部って結構大きいですか？はい、そうですね、希望的には今、職員ですと30人ちょっと、はい、おりまして、そこで一番偉い人が主任さん？あ、ではないです。もともと偉い人はおります。そうですか。はい、で、もともと牛乳のお勉強されてたわけではなく、はい、薩楽さんを受けたんですね。あ、そうです。はい、はい、で、可愛いから採用されて。そんなことないです。そんな非常ダメか、それ差別だとか言われちゃうね。そんなことじゃないけれども、はい、食べることには興味があったんです。そうですね、もともと牛乳も好きでしたし、学校給食で薩楽牛乳でしたので、非常に馴染みがあったというのも、はい、理由になります。うちの、なんか、札幌市の小学校の牛乳って、はい、こうなんていうんですか、毎年毎年変わるんですよね。あ、そうですね、年度によって契約になりますの で、はい、変わる可能性もあります。だから今年は例えば薩楽とかだったとか、はい、うちの子供たち、子供って、うん、もう今すでにおじさんになってるんですが、30代になってるんですけれども、はい、今年は雪印だとか、なんか違うんだよなとかって言ってて、うん、そうですね、何が違うんだろうなって、はい、子供って結構分かるらしいですね。そうですね、毎日飲むもんだから、はい、あと休んだ人の分が余ったりすると取り合いがあったりして、 ありますね、はい、じゃんけんして取ったりだとかありました。腕づくで取ったりするようなこともあったみたいですけどね。それで休んだ人が多いとラッキー、日本飲めたとか、家で牛乳飲ませてるのにまるで飲んでないみたいじゃないですか、それならって思ったことがありました。それでは早速本題に入っていきたいと思うんですが、はい、今日のタイトルは、先ほど申し上げましたように、夏休みに牛乳の秘密を勉強しようということで、で、山本さんにお越しいただいたんですが、なぜ薩楽農業協同組合にの方にお越しいただいたかというと、札幌には市民の憩いの場で農業体験もできるし、大きな公園になっている里ランドという、はい、なんて言うんでしょうね、体験型公園施設みたいな感じですね、と、ね、はい、いうのがありまして、そこの一角に薩楽農業協同組合さんの工場もあれば見学もできる、はい、そして公園もあるっていう施設があるので、はい、そこに行って、札幌市内の方たちは、まあ、ここ札幌の平岸の放送局ですから、聞いてらっしゃる方、自由研究に困ったらあそこに行っていっぱいパンフレットを持ってきて、そうですね、はい、そして体験もして、うん、で、体験するのを書くとすごく親御さんも、あと夏休み終わりの提出日が近づいたらすごい困るじゃないですか。はい、ちなみに私が子供がやった自由研究で一番嫌だったのは虫の標本を作るというのが嫌だったんですが、まあ置いといて、で、そういう今みたいな施設があったらそんな苦労なかったのにななんて思うんですけれども、何回行っても楽しいし、子供が小学生だった時にも行ったことがありますし、それから昨年はまだ幼児の、孫たちを連れて行って、あ、こういう風に楽しめるんだっていうのが分かって、で、まあ、自由研究でそういうことを書くっていうのはもちろん小学校入ってからなんですけど、うん、幼児だったら幼児で牛リアルにの近くで見るとかね、はい、それだけでこう、あ、牛乳の元になるのはこの牛が牛乳を出してくれてるからなんだなって、なんて言うんでしょうね、
見て感じるだけでも、はい、その後全然食べ物って変わってくるんじゃないかなというふうに思ってるんです、はい、で今日はその話をしていただきたいんですが、はいはい、ミルクの里というのが、はい、さつらくさんの、施設なんですよね。そうです、はいはい、どんな風になってますか。そうですね、大きく分けて3つの施設がありまして、はい、まず牛の館という牛を見れる施設と、はい、あとミルク館、はい、そして牧場館という、はい、まあ、3つの施設が大きくありまして、はい、まあ、牛の館っていうのは等身大の乳牛の模型がありまして、はい、実際にこう搾乳体験をちょっとできる施設もございます、はい、牛の乳房をギュッと、はい、握ったらビュッて、そうですね、はい、牛乳の代わりにお水が出てくる。そうです、はい、下にバケツがある。そうです、はい、それはお金かかりますか。そうですね、1回100円の、はい、100円で何分できるんですか。そうですね、1分以上はできるはずです。はい、そうですね、それはちょうどいい料金ですね。そうですね、はい、1回1人1回しか握れないからちょっと高いって言おうと思った。失礼しました。はい、なんか変なツッコミ考えてますね。それで牛も身近に見られて、はい、そうですね、でそこの、私この間もうち取材に行った時にも見学したし、昨年も見学したし、はい、好きで何回も行ってるので、あそこに牛の胃って4つありますよね。はい、そのパネルもありますよね。そうです、あります、はい、あれが最初見た時謎でね、はい、絶対に4つ系の胃を通らないと消化されないものなんですかね。はい、そうですね、まあ、牛が食べる牧草っていうのは、まあ、非常に消化のしにくいものですので、うん、まあ、1回反芻動物なんていうふうに言われてますけども、はい、1回第一の胃に入れたものをもう1回口の方に戻して、こうよく牛が咀嚼をしてるかと思うんですけども、はい、あれはこう消化しやすいように、はい、してるというので、そこからまた第2第3第4と吸収されていくような形ですね。はい、そのパネルを見て理解できる年齢と、はい、それから、まあ、その後こうその牛の館の中では牛のね、はい、フリーストールで、フリーストールというのは、鎖とかこう縄とかにつながれてないで、はい、牛さんたちが好きなところを歩けるのがフリーストールっていうんですけど、それを見て牛を感じて、それだけでも牛見たっていうことでなんか硬直する子もいますよね。大きくて、そうですね、小さいお子さんなんかは、はい、なんか固まってしまって、うん、そういうのもいい体験だと思うし、はい、年代によって感じたり考えたり知ったりすることって違うと思うんですが、まずそれが牛の館で、で、ま、最初羅列の形になりますけど、牛の館、ミルク館、それから牧場館で、はい、施設の説明がありましたが、はい、今牛の館のイメージをちょっと、はい、持っていただきました、はい、ミルク館はどんな風になってますか。そうですね、ミルク館は本当に皆さんが手にしているような牛乳ですとかヨーグルトの製造が見れる施設になってまして、あとは生乳の検査室というのは、まあ、外からにはなるんですけども、そういったところの見学もできるようになっております。ガラス越しにその検査をして、あ、そうですね、いろいろなデータが出てるのが、はい、パソコン上にこう、牧場で絞ったのが、はい、タンカーで来て、はい、ミルクタンクのことなんていうんですか、タンクローリーですかね、タンクローリーで来て、はい、それが工場の大きなタンクの中に入って、はい、その成分を分析して、はい、細菌数だとかそういうのを見て、はい、安全なものであるのを確かめてから、はい、その後加熱処理があるんですか。そうですね、殺菌処理というのを、はい、行います。殺菌処理っていうんですか、はい、でそういうのの過程を見れるようになっているんですね。そうですね、はい、ガラス越しですけどね。ガラス越しです、はい、もちろんそうですよね、はい、菌が入ったら大変ですからね。そうですね、はい、それでミルク館では、私の記憶とでは、そのなんだ、データとか検査とかするとこに行く前に、はい、こう椅子があって、はい、ボタンを押したらクイズが出るところがあった。あ、そうですね、 VTR の、はい、VTR、はい、ああいうの向きになりますよね。絶対当ててやろうと思ってそういうのがあって、うん、あ、小さい子ここに並んで一生懸命、うん、画像を見たり、それからそのクイズに勝とうとするのは私だけですから楽しんで見られるのかなって思いました、はい、それでそこに顔出し看板があるんでしたか。そうですね、はい、私映しました
好きなんですよね。そうですね、はい、あの殺落牛乳 の, あのパッケージ の, ージの、はい、顔出しになります。はい、周りがパッケージがこう牛乳のパックだから白っぽいん で,、はい、そうです。で自分の色の黒さがよく分かってショックでしたけれども、それから、ま、今はその工場見学のところですね。はい、次巻き場館というのは何ですか。巻き場館というのはですね、あの実際に殺落製品 の, あの買えるあの売店があったりですとか、はい、あとレストランがございまして、はい、あのお腹も満たせる施設になってます。はいはい、私あの山本さんに勧めていただいて、はい、ちょうど打ち合わせは打ち合わせというか取材させていただいて午後1時前ぐらいだったでしょうか、うん、ミルクラーメンというのを食べたんです。はい、あれがすっごく美味しくて面白かったです。はい、はい、これは、鹿太郎さんからいただいたのかな。川本さんで、はい、川本さんという方から、はい、殺落の施設は子どもたちの教育に貴重なところですね、はい、体験はすごく大事なことと思いますってチャットで、あ YouTube のチャットでありがとうございます。はい、鹿太郎さんということを方は殺落戦川柳コンテスト開催中。あ、そうですね、はい、知らなかったです。あ、ちょっと横道それますがそれ何ですか。あ、そうですね、あの今あの SNS であのコンテストといいますかあの募集してましてという企画になりますね。はい、毎日あちゃんと五七五にならなきゃダメですよね。ダメだ、とっさには全然出てこない。牛乳飲んで長生きしよう、飲むなら脱落みたいな、そうですね、全然字余りでしたけど、そうですね、はい、それどこから応募するんですか。あ、殺落の公式 SNS であのインスタグラムですとかと X もやってますので、そちらの方見ていただけると。はい、言ってくれれば昨日までに応募したのに。失礼しました。名前隠して。そうですか、あの、はい、鹿太郎さんも川本さんもいいあの、はい、コメントありがとうございました。はい、鹿太郎さん、これで応募する方が増えるかもしれません。ありがとうございました。はい、それで、そのミルクラーメンというのを食べたら、はい、山本さんが 塩味のスープなんだけれども、はい、それにミルクが入っててまろやかさとそのちょっとした、うん、そのピリッとした塩味がすごく美味しいって、はい、本当に美味しかったです。 ありがとうございます。あのむくむとか太るとか考えなければ全部このスープ飲みたいなと思いながら残しました。それだけは全部は食べれなかったですけれども、それでアイスクリームも買って、はい、あの高齢の父がアイスクリーム好きなもんですから、あの買って帰ったら、はい、いや牛乳らしい味がするなって言ってました。ありがとうございます。あのこなんていうんですかね、バニラの香りだとか、はい、そういうのが必要以上に添加されてない、そうですね、はい、牛乳っぽいアイスクリームだった、はい、でそこで私は入らなかったんですけれども、はい、レストランの方に入ったんでバーベキューハウスもあったみたいなんですけど。そうです、一、はい、人でも入れるんですか。全然大丈夫です。一人でなんかバーベキューって孤独かなと思って入らなかったんですけど、あ、全然あの美味しいので食べていただきたいです。そうですか、はい、一人で焼いて食べるの。あ、そう、あの一人でも、定食であのお肉とあのご飯ですとかのセットもあのありまして、まあ、メニューによるんですけども、はい、であの焼いて自分で焼いていただいて食べる形になります。今日ディレクターやってくれてるの、はい、男性は、はい、なぜか一人身なので一人でもバーベキューハウス。あ、ランチの時間だったら850円だって言って、はい、あ、そうですね、メニューによってちょっと異なるんですけども。はい、あります。いや本当に楽しめるので、はい、殺落農業協同組合さんっていうのは、シェアとしては北海道すごい牛乳の量多いので、はい、パーセントとしてはかなり小さいんですよね。あ、そうですね、はい、何パーセントぐらいですか。大体約 1% になります。はい、それで個数は農家さんの個数は、あ、はい、今56個の白農家さんが、はい、おります。札幌の方ばっかりですか。そうですね、札幌を中心としたあの石狩管内でして、あの江別市ですとか、はい、千歳恵庭ですとか北広島なんかにも、はい、おります。でその、まあ、有名な黒沢鳥蔵さんという酪農、はい、のこうなんていうんですか、はい、北海道に広めた、なんていうか、もう本当に歴史上の大人物って言ってもいいぐらいの方なんですが、はい、ね、その、方のその非常に牛を大事にして酪農を営むことの大切さの精神みたいなのをしっかり受け継いでいる農協さんなんですよね。そうですね、はい、はい、
でその話も一番聞きたいところなんですが、はい、体験の話をする時間が減ってしまうので、はい、申し訳ないんですが、その、黒沢鳥蔵さんから引き継いでる、はい、黒沢鳥蔵さんっていう方が何なのかをちょっとだけ話していただいた方がいいですかね。そうですね、はい、殺楽農協というのが実はかなり歴史のある、企業でして、はい、明治28年ですね、はい、今年で、128年続く、企業になるんですけども、はい、会社が札幌市とその近郊の酪農家を営む生産者が設立した酪農専門農協でして、はい、その設立の時に大きく携わっていただいたのが黒沢鳥蔵氏という、はい、形になります。でその酪農学園にも深く関わりがあって、酪農、はい、学園の出身者の方がご出演してくださった方にすごく多いので、はいはい、いつも皆さん県土県民っていうその精神をしっかり受け継いでというか、その教育が染みついて、はい、それを大事にして営農されてる方が多いんですけれども、はい、そのことについてちょっと説明していただけますか。県土県民、はい、そうですね、はい、県土県民という言葉ですね、人間の健康を育む良い牛乳は、健康な牛から搾られて、健康な牛は栄養価の高い、牧草で育ち、その牧草は、健康な土から育つという、つまり人々の健康は健やかな大地によって生まれるという考えですね、こちらが殺楽の今の理念にもなっております。そうですか、はい、大地によって生まれる健やかな大地というところは、はい、そうです、はい、例えば肥料の入れ方だとか、によって、はい、健康な、草ができるから、 それを食べた牛が健康になってっていう、そうですね、はい、土作りからその牛乳のを作ることが始まってるっていうことなんですよね、はい、でそういうことも、その工場見学とか、はい、その中で分かるようになっているんでしょうか。あ、そうですね、はい、コンセプトみたいな。そうですね、はい、そうですか。私工場の中で取材してさせていただいた時に、はい、数字忘れちゃったんですが、はい、牛は1日にこれだけの、はい、牛乳を出しますというか、はい、牛乳をし絞る側から言えば絞れますってことなんでしょうけど、はい、ペットボトルがこう積み上げられてて、はい、1本1リットルですよね。あ、そうですね、牛乳パック何本 あるんですか。あ、30本ですね。30本、はい、30本ってことは1リットルかける、30リットルです、はい、1日30リットルの、はい、牛乳を牛さんは出してくれる。そうですね、平均的にそのぐらい。じゃあそれ以上水をいっぱい飲んでるわけですよね。そうです、はい、大変ですね、牛もね。そうですね、はい、で餌もたくさん食べて、そうです、はい、その他にお塩も舐めるんですよね。あ、そうですね、公園と呼ばれる塩、はい、公園ってどの公ですか。鉱物の鉱に塩ですね、はい、そうなんですか、はい、いやその言葉知らなかったです。牛も、はい、たくさん水を飲むので、はい、水を飲みすぎるとミネラル分ですとか、はい、そういったものが不足になるので、はい、それを補うために人間でいう塩飴のような役割を、はい、しております。それってどこで買えるんですか。人間は買えないだからそうですね、人間用にはそうですね、熱中症になりそうな人、はい、それを舐めてればいいとかそんなのはないですか。そうですね、ちょっと牛用になってしまいますね。公園っていうのは、はい、ただのお塩固めたのと違うんですか。あ、そうですね、ちょっとなんかミネラル分とか入ってるのかな、ね、とか大きな本当に塊の、はい、よく牛舎に、岩塩ともまたちょっと違うんですが、よく、それも牛の館 の、 はい、牛がいるところに実際に設置してますので、ぜひ、はい、私 の、 スマホに入れてる写真入ってま す、 てます、はい、ちょっとなんかオレンジっぽい色がついてた。そうですね、茶色のような、はい、色のついた、この色は何なのかなっていう質問をすればよかったなと思ったんですが、はいはい、ちょっと時間が足りなくなりそうなの で、 そ、 で、ね、その話はやめますね、はい、それでその子どもさんたちに特に夏休みに牛乳の秘密を勉強しようっていうタイトルにしたぐらいですから、はい、知ってほしいことっていうのは、私は、牛乳って簡単にカルシウムも摂取できるし、はい、体にいいから給食ない時でも飲んでほしいっていう気持ちと、はい、それから自由研究に役立ててほしいとか、はい、単純にサトランドに遊びに行って
フィールドアスレチックでこう体使って遊ぶ以外にも、うん、こんな楽しみさトランドの中にはあるんだよって、はい、そういういろんな思いを込めて、はい、今日あのお話にしてもらうためにお願いしたんですけれども、はいはい、どんなふうなことをそこで知ってほしいですか。あ、そうですね、うん、牛乳の話でいきますと一般的に、まあ、カルシウムが豊富っていうのは言われてるかと思うんですけども、はい、まあ、コップ1杯に、227mg ですね、はい、カルシウムが入っておりまして、まあ、カルシウム豊富な食材というと小魚ですとか、はい、お野菜なんかもあるかと思うんですけども、はい、カルシウムの吸収率っていうのが非常に牛乳は高くてですね、はい、非常に取った分体に吸収しやすいというふうに言われておりますので、あと手軽に牛乳を飲むだけというところで簡単に栄養が取れますので、ぜひ飲んでいただきたいなというところと、あとやはり特にお子様ですね、10代の骨密度が増加する時期ですので、はい、丈夫な骨を作るためには成長期にたくさん牛乳を飲んでいただいて骨を強くしていただきたいなと思っております。この間ちょっと小児科の医師をやっている友人がいるんですけれども、はい、まあ、雑談ので話したことなんですが、うん、やっぱカルシウムが少なくて骨折しやすい子とか増えてるらしいんですよ実際に。そうなんですね、はい、という話で、はい、その例えば何パーセントそれが増えたとかいう話じゃない雑談の中でのことなので、はい、うん、まあ、それ、まあ、これぐらいの言い方でやめさせていただきますが、はい、こう例えば動物性のタンパク質を取ると太るよとか、うん、そういうようなこう誤解ってすごくあると思うんですよね、はい、でちょうどいい人に当たったなんてのもいいんですが、はい、どなたが出演してくださるかは打ち合わせの時、はい、で お顔見るまで分かんなかったので、はい、このスマートな女性が1日にどれぐらい牛乳を飲んでるのか。そうですね、200から400ミリぐらいですかね。最低じゃあ1杯、はい、そうですね、コップ1杯は飲んでますね。2杯飲む日もある、はい、でその牛乳を飲むことによって多分丈夫な体、はい、それからすごいハードなお仕事だと思うので、もう広報のような仕事もあれば、はい、その工場の中歩くだけでもかなり距離だし、ね、はい、工場からレストランに行ってお昼ご飯食べるまでもちょっと歩きますね。そうですね、体力ないとできないぞってで、そのスマートなのをあれするために、はい、維持するために食べる量を減らしてるとか、はい、そういうことありますか。そんなことは全くなくて、はい、3食しっかり食べておりますじゃあ牛乳を飲んで太るってことはないのが日本のような人なので、はいいやすごく大事なことだと思うんですよね。そうですね、はい、公開されてることを解かなきゃいけない、うん、はい、バランスの良い食事と、はい、あとはちゃんとその、まあ、小魚にも確かにカルシウムあるし海藻だってあるし、はい、もちろん例えば豆だとかそういうのにも含まれてるけれども、簡単に効率よく摂取できるっていうのは牛乳の一番の魅力ですよね。はい、で牛乳以外にもチーズだったり、はい、ヨーグルトだったり、はい、ね、摂取する方法があるの で今日は牛のとお話の時にいつもお供してくれる牛さん持ってきたんですが、さすらくさんはヨーグルトだとか、はい、持ってきていただいて、はい、でヨーグルトっていうののヨーグルトって作るのは、はい、一番簡単な言い方で言うとどうやって作るんですか。牛乳から。そうですね、まあ、物によってはいろいろ違うんですけど、まあ、生乳を殺菌して発酵させるので乳酸菌発酵させて、大体発酵ですと3時間から6時間ぐらい発酵室といったところに入れておりまして、で皆さん食べていただいているような固まったものになるという流れですね、はい、ヨーグルト好きな人は多いですよね、はい、そうですね、はい、ヨーグルトこう1回に食べきれなかったら中に、はい、そのいわゆるホエーと言われているような、はい、乳製っていうんですかね、そうですね、はい、浮いてきますけれども、はい、それももちろん食べれるんですね。そうですね、はい、栄養ありますので混ぜて食べていただければ、はい、だから牛乳を飲むとゴロゴロしちゃうとかっていう人はヨーグルトだったら大丈夫なケースもあるし、 ね、あと加熱したら大丈夫なこともあるし、はい、あとは、まあ、アレルギーの方にね無理して飲んでいただいたら、うん、大変なことになったら困るので、はい、そういう人たちに強いてるわけではないので、もしアレルギーで聞いてた人、辛い思いしてたらごめんなさいね。
それはそれで違うことでたくさん取れる方法もあると思いますから、はい、それで子どもたちの反応として何か面白いことってありますか？いらっしゃったら、見学している子どもさんたちがそれ こんなの見たことなかったとか知らなかったとかみたいな。そうですね、やはりまあ、ミルク缶で実際に牛乳パックに、機械で充填されて流れている、はい、様子なんかはお子様非常に、見たことないっていう形でかぶりついて見ていただいてますね。はい、私はそこで働いてる人たちが、はい、ベルトどん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 こう充填されて牛乳が、うん、はい、で何て言うんですかね、すごいすごい当たり前ですけど同じテンポでどん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 こう流れてきますよね、はい、それを管理してる人、はい、その場に立ってチェックしてる人たちの、はい、そう絶対に気を抜けない休めない そ, うです、ね、そのお仕事をしてる方たちって偉いなって思いました。はい、そうですね、はい、私途中でサボりそうになったり、はい、チェックできなかったらどうしようとかって思ったりしたんですけれども、で自分たちの飲んでる子どもの社会見学にいらしたお子さんとかの反応をもし見てたら、はい、毎日飲んでる牛乳が給食で出てる牛乳がこんな風に作られてるんだって分かってすごくすっきりした気分になると思うんですけど、なかなかその工場を見学する機会というのは学校で連れてってあげないと経験できない人の方が多いと思うので、はい、サトランドでそうやって自由にね工場に入って、はい、もちろんガラス越しでしか見れない場所がたくさんありますけれども、はい、でもリアルな牛はすぐ近くで見れるし、うん、ね、はい、やろうと思えばそこにある草開けれるんですよね。ダメダメ、ちょっとそうですね、柵があって距離が離れてるので難しいかなとは、はい、思います。でもすごいすごくこう可愛らしい、はい、なんか束縛がないのか穏やかな顔した牛さんばっかりですね。あ、そうですね、はい、で出たらさっきのように牧場館の方に行くと、はい、子どもたちが遊ぶようなちょっとした公園があったり、そうですね、はい、アンパンマン滑り台があるんだったり、ありますはい、ね、そういうふうに楽しんでいただいて、うん、夏休みの一日を牛乳の勉強して、はい、そしてその健康についても考えて、できれば自由研究の題材にして、そうですね、はい、で乳製品を買って帰ってくれればいいですね、はいはい、もうあっという間に時間が経ってしまって、はい、もっともっとお話聞きたいことがあったんですけれども、この次にの機会に、したいと思います。本当にあっという間でなんか言いたいりなかったこともたくさんあったんじゃないかと思いますが、はい、今日は、東区にあります、サトランドの、東側の工場のとこから来ていただきました、はいはい、皆さんぜひサトランドに行ったら殺落の工場やそれから牛の館、そして食べられるところもありますので楽しんでいただけたらと思います。今日のゲストは殺落農業協同組合の大和瑞江さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。来週はゲストに JA 北海道女性協議会副会長の佐竹敏子さんをお迎えして、互いに高め合う女性部活動をテーマにお話をしていただきます。苫前町からおいでいただきます。来週の話も面白いと思いますのでぜひお聞きくださいね。お相手は森久美子でした。ありがとうございました。